ーバー。おはようございます、タクチャンネルです。はい、おはよう。もう回してるんですか。いや、回してんだけど。大荷物じゃないですか。そうよ、ラップ歌いたくなる。大丈夫ですか。ちょっと俺落ち着いて。ああ、はい、はい、これを持ってね。ちょっと置かしてもらうね。ああ、どうぞどうぞ。これろうそくとまな板、うん、大量に買ってまいりました。今時間は10時、はい、10時39分です。12時半に坂口拓が来ます。あ、拓さんが、はい、はい、1時に石井東吾先生が来られます。はい、それまでにあちらのバーにですね、ろうそく100本ずらーっと並べて。100本、今からですか。今から100本並べて、ちょっとマジすか。ろうそく火消し対決をしたいと思います。火消し対決ですか。そうです。懐かしい。ディープ運動、そしてゼロ距離戦闘術、ワンインチとウェーブパンチで、はいはい、タイムトライアルでろうそくの火を100本何秒で消せるか、はい、これを競いたいと思います。まな板ってどういうことですか。これまな板、要はこの、はい、ほら汚れるじゃん、この100本をさ、はい、あそこにそのまま並べると。この上に、そうそうそう、この上にで乗っけてっていうことですか。100本立てるんですか、これに。100本立てましょう。で、もう坂口拓が来た時には100本のろうそくに火が灯ってて、用意スタートということで、はい、2時間あるでしょ。2時間。お父さん手伝ってくれないですか。いやいや、もう見てるよ、ちゃんと。じゃあちょっと待ってください、もうやんなきゃダメじゃないですか。そうだね、じゃあ急いでやりましょう。はい、ということで、はい、準備の方、はい、行ってみよう。ろうそくの煙、我々との出会いって今日の火消し。あれ明日これあのトマトこれ20本だよ。ほんとだ、20本。え、100本だったら5箱でよかった。そうだね。いや、俺アマゾンでさ、はい、5箱頼んだつもりだったんだよ。あ、だからあれか、キャンセルみたいな感じで俺かける3になってあのキャンセル消してなかったってことか。っていうことはこれ、はい、15箱あるね、これ買い切りじゃないですか。だから俺なんか持ってくる時におかしいな思ったんよ。っていうことは15箱なんで300本だよ。300本ですか。これあれだな、企画変えなきゃダメだな。ろうそく100本火消し対決だったじゃん、はい、300本対決に変えたいと思います。明日今何本。これで150です。あと半分。半分っす。きついなこれ。おい、100だったらもう100だったら余裕なんだけど、でもやっぱりあの300本ぐらいないとさ、バカじゃないよやっぱり。間違いのせいですよ。あれこれ時間ぐらい経った。12経ってますね。これ結構急がないとあれだな。来ちゃうな。現在時刻は12時13分。あと17分。で坂口しますので、予想以上に300本が多かったってことだね。そうですね。でもあともうちょい。あともう100本切ったでしょ。はい。あともう少し頑張ります。明日。とりあえず、こういう形で揃いました。今、坂口拓が来ましたんで、そのままオープニング撮りたいと思います。では、行ってみよう。あー、お疲れっす。はい。まあ、現代人生だけです。ニンニンピョンピョンということで。はい、おはようございます。来ましたよ。いきなりですけれども、はい、はい、企画の方を発表したいと思います。本当に玄関から始めるんだね。玄関からそのまま。ありがとうございます。はい。ろうそく火消し対決ということで、私、もう、明日と2人でですね、うん、スタンバイしております、うん、タイムトライアルです。誰とやるの。俺一人でやるの。まずタクちゃんがやりますよね、はい、でそれをタイム測りますよね、はい、でそのタイムとその後石井東吾先生が来ますので、先生来たら同じようにタイムトライアルやって、どちらが早くろうそくの火を消すことができるのかというタイムトライアルを今したいと思います、うん、ろうそく100本のつもりだったんですけれども、うん、間違って300本買ってしまいましたんで、うん、300本火消し対決となっております。300本もやるんだ。はい、まあいわゆるあれだよね、はい、東郷先生との出会いっていうのは、うん、ツイッターで東郷先生が火消しチャレンジっていうのをチャレンジしてもらえませんかって来たのでつながったから。そうです、そういうことです。ウェブっていうのはあのその点で流れを送るから、はいはいはい、ろうそくの煙
いつでも消せます。石井先生がね、はい、ワインチャンネルやってチャンネル登録者10万人突破したじゃないですか。あ、そう、裏も変えてたね。そうです、今日おめでとうございますということで、うんうん、30分に来るので来たらそのまま用意スタートで火消しやっていただこうと。あ、じゃあもうそのまま入ったら俺今やるとか。そうなんです、そうなんです。あちゃちゃん、もう火はついたかな。いや、僕さ、うん、どう考えても無理ですよ。どう考えても無理ってどういう意味。あと5分ください。あと5分。あ、じゃあ持たないから未来のタクちゃんお返しします。過去のタクちゃん受け取りました。はい、準備できたの。できました。ロウソクさん、奥から熱い熱いって聞こえてたけどかなりやばいね。エアコンも消しました。窓も閉めました。今一気に室温が上がってきてるので早めにロウソクの火を消してください。わかりました。熱気が来てるな。熱気来てるね。いいですか。ではタクちゃん、はい、ロウソク火消し対決300本タイムトライアル、よーいスタート。はい、イエーイ。これは消えないね。準備体制もなしにいきなりやっております。死ねな。30秒経過。俺でもすごい、すごい。疲れてまいりました。登録者の皆様、今どんどん室温が上がってきております、エアコン、そして窓の閉め、空気清浄機も止めましたので、かなり部屋が熱くなってきてますが、残すところはあと100本というところでしょうか。おー、これ消してるところだからね。今の蹴りでだいぶ体力使われたみたいですが、消えないですね、なかなか。お、すごいすごいすごい。あともうちょい。2分。あと3。終了。はい、時間の方はですね、2分30秒でした。暑い。かなり暑かったと思います。どうでした。これさ、うん、低くなってるとかさ、守られててなかなか消えないね。かなり苦戦したでしょう。苦戦した。結局このブワーッとウェーブのさ、うん、この風ブワーッと起こしたじゃん。はい、ほんでもほら段階があるからさ、一回でも消えて、うん、またブラってんね。そう、うん、我々練習でやった時10本消すのにも結構時間かかったんですよ、うん、だから消えにくい。消えにくいのは確かです。汗びっしょりです。びっしょり。今日の仕事終わりです。はい、もうやめさせてください。はい、今日は疲れました、はい、この動画がいいねと思ったら、ちょっと対決相手がもうすぐ来るから。あ、来るのね。東郷先生にもいきなりやらせてよ。やらせます。はい。お疲れです。よろしくお願いします。今日のね、こういう形でろうそく火消し対決があるので、はい、あともうちょいですか、石井先生君。はい、すぐですよね。もうすぐ到着になります。あ、本当ですか。来たらいきなり始めますんで、はい、よろしくお願いします。ジークンドーと戦闘術の前哨戦ということで、ろうそく火付け対決。火付けるのもね、上手くなってるはずだから。あ、千人。はい、一仕事終えて。いや、だからね、すごい楽しみだよね。東郷先生の風圧もすごいからね、本当ミリ単位でいけるかもしれないから、うん、そうなると相当早いんじゃない。ただ企画も何にも言ってないんで、いきなりガチで始めるので、うん、何の要は予想もせずやらされてるから難しいよね。 その辺の微調整は難しいと思う、うん、けどやっぱり平さん、うん、東郷先生といえばね、武術家、いつ何時でもっていうタイプじゃない。その状況を把握するスピードも速いもんね、はい、100本だったら太田10秒だったんでしょ。まあ、20秒弱ぐらい。20秒弱だったでしょ、うんうんうん、ってことは300本だから東郷先生1分だな。当てないから、はいはいはい、先生は。はい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 、これはもう二日酔いで朝来てて途中で、あ、入ってもらいましょう。入ってもらいましょう。ちょっとお客さん来たからそのまま回しといて。あれ、ちょっと待って、あれあれ、ブラジルの人、ブラジルの、あれ、あ、
誕生日だと聞いて、はい、今ロウソクは今日はもうお誕生日だっていうことで、はい、全く違います。ギリギリまでね、最終チェックをね、して、うん、俺の時、300本綺麗についてたから。え、これどうやって消す？パンチでですね。パンチ、パンチと風圧ですね、蹴りとか。え？で、集合体になってるんで、なかなか消えないんですよ。本当にピーポイントで風を送らなきゃいけない。ゆきわさん。あ、先生来たよ。ほら、あんた鍵閉めてないからじゃん。先生、はい、ちょっと待ってください。何？いきなり来られました。では、たっちゃんの方から。じゃあ、先生、鍵閉めます。はい、鍵閉めます。石井先生、はい、我々との出会いって、ツイッターで何でした？僕、はい、ちゃんと火消し火消し対決。ろうそく、火消し対決でしたよね。ということで、はい、チャンネル登録者10万人、ワインチャンネル行きましたよね。はい、おめでとうの意味に兼ねまして、はい、原点回帰ですよ、たっちゃん。ろうそく300本消すっていうの。はろうそく300本火消し対決、タイムトライアル対決ですので、ここに入ったら用意スタートですから。ちなみにエアコンも消して、窓も消して、空気清浄機も消してるんで、あのどんどん室温が上がってきてるんですよ、うん、デニスさんが先に来られて、デニスさんに今ブラジルの気温で比較してもらいますんで、今どんな感じですか？今70度です。そうでしょ。もうかなりサウナ状態になってきてますんで、準備体操をしないのは僕たちですね。もちろん、はい、では始めたいと思います。タイムトライアル、え、ちょ待って、ちょ待って、待ってスタート。どうす、感じでどうしよう。どうやったんですか、たくさん。ピーポイントでやっていきましたね、細かいのは。やっぱり考えることは一緒ですね。消えないですね。消えないのよ。だピーポイントでやってた方がいいですよ。行かないな。俺もそんなの。ちょっとさ、強くないですか、それ。俺もそれ何回もやりました。ちょっと、しんどい。しんどい。おお、分かってきましたね。エンジンかかってきた。お、巻き返しがすごい。早く、後半早くない？俺逆だね。お、掴んだ。何か掴んだ。コツを掴んだね。1分20秒。ちょっと待って、こっちだ。そっちもあるから。やばい。早い。早い。ここか。終了。はい、タイムの方は。1分54秒です。先生、これね、今先生の見て、うん、そうか、こっち回ってもよかったんだと思って、うん、これ全部こっちで消しちゃったんですね。うんうん、だけどやっぱ。結構ここの奥目が消えないので、難しいですね。やっぱ俺もね、5、6発いったんですよね。今日なんかちょっとね、先生のこの手のさ、平でこうフッてやったのあれ良かったですね。あれで巻き上げたよね。うん、上野さん、はい、いきなりですが、そうですね、ご無沙汰しておりました。ご無沙汰してます。そしてあのワインチャンネル、チャンネル登録者10万人おめでとうございますということで、ろうそく火消し対決にしました。おめでとうございます。早かったし ね、はい、この後は、ワンイチチャンネルでですね、坂口拓1回目のコラボなんですよね、ワンイチチャンネル、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しいです。概要欄にね、あのワンイチチャンネルのリンクの方を貼っておきますので、このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします。じゃあ皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。Weebah!